カラキ様、この俺を殺す気か。すいません、防衛隊長殿。謝って済む問題か、貴様。罰としてウサギ飛びで町の周りをガジッシュ。それだけはご勘弁を。ん、ああそうだ、その資材は四区の方に移動しておいてくれ。だいぶ再建も進んできたな。メリアやバネアたちのおかげだな。ハイエンターやマシーナの技術、大したもんだよ。当然のことをしているまでです。私たちが手を取り合って生きていく、それはメーナス様や兄エギルの願いでもあるのですから。そうか。いいもんだな、こういうのは。お兄ちゃん。おお、フィオルンか。どうした？シュルク見なかった？シュルクか。そういや、さっきラインたちとどこかに出かけていったな。そう、ありがとう。あ、フィオルン。何？いや、なんでもない。なんだ、シュルクならここにはいないぞ。すごいね、後ろにでも目がついてるみたい。何を見ていたの？海？ん？特に何を見ていたというわけではないが、強いて言うなら、これから先私たちを待ち受ける未来かな。わあ、それかっこよすぎだよメリア。そうなのか？そなたの問いに率直に答えたまでだが。でもわかる、その気持ち。いろいろあったもんね。ああ、あったな。そなたたちには感謝している。そなたたちと出会えたことで私は多くのものを見、聞き、そして今ここにいることができる。うん、それは私も同じ。ありがとうメリア。そしてこれから先も。うん、これから先も。しょっぱいだなんてありえねえ。ダメだよラインさん、力任せに引くだけじゃ。大変だ。そうだもん、今の魚大きかったもん。んだよ、なら今度はお前がやればいいだろ。リキ、力仕事やんないもん。食べるのだけが仕事だもん。けどよ、今夜までに魚14匹釣って帰らないと神さんに折檻食らうんじゃなかったっけ。そうだったもん。ライン、やばいもん。このままじゃすんごくやばいもん。俺は別にやばかねえけど。釣れも釣りまくれも。お日様が落ちるわ。ちょっと、あああその髪型意外と似合っているなってさ。そう？前みたいに伸ばそうと思ってるんだけど。
ねえ、どっちが好き？どっちも。何よ、なんかすっごく適当なんですけど。ごめん。でもいいよね、こういうの。うん、忘れてたよね、この感じ。どうなるのかな、私たちこの先。どうって、きっといろんなことが待っているんじゃないかな。いろんなこと？これから先どうなるかなんてわからないけど、だからこそいろんな想像ができるし、目指す目標もできると思うんだ。そうね、そうだよね。モナド、いやアルビースがさ、別れ際に言ったことを覚えてる？ええ、もちろん。シル君、新しく生まれる世界は無限の広がりを持っている。そこには君たちだけじゃない、さまざまな生命が芽吹くだろう。僕には見える、その世界で全ての生命が共に手を取り合い、未来に向けて歩んでいく姿が。僕さ、いつか会ってみたいと思うんだ、この広い世界に生きる人たちと。私も。会えるよね、きっと。うん、会えるさ。未来を目指して歩いていけば必ず。